それは千年の別離、原始の反転、百年の後悔。我が悲哀を夢見たまえ、世の暗黒をなぎ払いたまえ。追憶の時はただ輝き、残されし希望は露天する。さりとて私は知っている。この世界に救いはない。この世界にあなたはいない。ここは宣告までソラネルにいたはずなのに、あなたは？私は、いいえ、やめておきましょう。七度も、とうに意味のないものです。不思議な気持ちです。どこかで会ったことがあるような。認識できる領域内のどこかという意味であれば会ったことはありませんけれど、私の声が聞こえた以上、あなたは鏡写しの魂、彼の地の希望となるもの。お願いがあるのです。私の大切な人たちをどうか救ってはくれませんか。私で力になれるのならば。良いのですか、司祭も聞かずに。あなたが満たされると私の心のどこかが軽くなるような気がするんです。遠い昔に置いてきた何かが取り戻せるような。あなたの願いなら叶えたい。その言葉が聞けて嬉しく思います。制約により確信を告げること叶わぬ身ゆえ、跳ねつけられることを最も危惧していました。救いを求める彼の地は、横島な心持つ者により脅威にさらされています。このままでは最悪の結末に誘われてしまう。どうか七つの腕輪を集めてください。七つの腕輪？彼の地にて紋章師が宿るは腕輪。それを集めることが鍵となります。これよりあなたに加護を授け、彼の地まで転送します。出会う者たちが先へ導いてくれるでしょう。あなたにはまた会えますか？会えません。ずっと会うことはなかったのです。私たちはこの瞬間も開口してはいないのですから。不思議なことをおっしゃいますね。でも私はまた会える気がしていますよ。ありがとう。旅路に不運があらんことを。さようなら、私の片割れ。異世界の神たる竜よ、旅路のすべてを苦しみ、悩み、楽しみ、そして愛してください。二度と目覚めぬ私たちの代わりに。光？姉さん、成功したよ。やっと届いたんだ、僕たちの祈りが。本当に本当に長かった。ついに現れたのですね、私たちの救世の主が。あなた。姉さん、これって。ここは。お待ちしておりました、我々の救世の主よ。呼びかけに応えてくださったことにお礼を申し上げます。私の名はエル、ここリトスの神竜王城に住まう竜族の一人です。
同じく竜族のイル。姉さんとは双子なんだ。エル、イル、はじめまして。私は神竜と申します。やっぱり神竜様だ。姉さん、神竜様だよ。この者が我々の救いだと、どういうことですか。また会えて嬉しいよ。まるで生きて戻ってきてくれたみたい。生きて戻って。あなたはこの世界ですでに亡き者なのですよ、神竜。先の戦争で命を落とし、そのせいで世界は闇に閉ざされたまま。これまで必死に救世の主を求め、やっと答えてもらえたと思ったのに、どうしてよりによってあなたなのです。できることなら会いたくなかったのですが。姉さん。分かっています。救いを求めた以上贅沢は言えません。話すことがあります。ついてきなさい。ごめんね。姉さんも嬉しいはずなんだけど、神竜様とはいろいろあったから。ここは腕輪の間、紋章師の腕輪が保管されている場所です。腕輪。台座にはまっているのは聖王の腕輪。私たちの持つ唯一の腕輪で、宿る紋章師は眠りについています。腕輪は全部で7つ。残り6つは先の戦で離散したんだ。邪竜ソンブルとの戦の中でね。ソンブル、この世界にも奴が。順を追って説明しましょう。この世界は元来竜なき大陸であったのですが、数千年前、神竜と邪竜の神祖となる竜が生まれました。彼らは最初こそ共存していたものの、邪竜族は次第に内なる破壊衝動から大陸を蹂躙し始めたのです。神竜族や民は滅びの危機に瀕し、救世の主を求めました。そして邪竜に対抗する力として異世界より紋章師を呼び出した。紋章師は平和を求める者たちの切なる願いによって具現化した存在なのです。その時使われていた古の儀であなたをこの地に呼んだんだ。てっきり異世界より新たな紋章師が使わされるのかと思っていたんだけど。来たのは私であったというわけですね。本当に驚いたよ。今も驚いているけどね。紋章師の働きにより世界の平穏は保たれました。しかしそれも永遠にとはいかなかった。これより1000年前、邪竜ソンブルが紋章師の力を利用し再び世界を蹂躙しようとしたのです。僕と姉さんはその戦争を知っているんだ。大陸中を戦火が覆う凄まじい戦だった。神竜、邪竜、そして各国王族が紋章師を奪い合い、戦い合い、疲弊していった。このままもろとも滅びるかというところで神竜側が勝利を収めました。神竜王ルミエルが邪竜ソンブルを封印したのです。その命と引き換えに。母さんが1000年前に死んだ。彼女の死によって平和が訪れましたが、各国の嘆きは計り知れなかった。それでも傷ついた国土や民たちは時代の神竜王によって立ち直っていったのです。時代の神竜王。この世界のあなたですよ。ルミエルの実子である神竜が神竜王として即位したんだ。私が即位を。元の世界とは随分違う歴史のようですね。いい王様だったんだよ。本当に今度こそ平和が訪れるってみんなそう思っていた。でもソンブルは封印から目覚めてしまった。3度目の戦が始まったんだ。腕輪を7つ、紋章師が目覚めた状態で集めると強大な力が与えられます。
ソンブルはその力を狙っていました。一族の受けた雪辱を果たすため、そんなことのために大陸を炎に包んだのです。その戦で負けたのですか？私は相打ちでした。あの日、三度目の戦が決した夜、神竜と蛇竜は同時に息絶えた。同時に？蛇竜ソンブルは滅んだということですか？なら今この世界を危機に陥れている敵とは一体何者なのですか？ソンブルの意志を継ぐ者、その正体は不明です。とにかく神出鬼没なんだ。居場所も姿もわからない。確かなのは、ソンブルと同じく七つの腕輪を集めたがっていること。認識が正しければ、腕輪はすでに二つ敵の手に渡っている。神竜王城に一つ、敵の手に二つ、残り四つの腕輪はどこに？エレオス大陸の四つの国に一つずつ。先の戦では共に戦っていたのですが、神竜を失ったことにより、各国をまとめ上げる者も大義もなくなった。今では互いに牽制し合う冷戦状態です。もともと神竜を旗印に集まっただけの一枚岩ではない軍だったってことかな。この王城で口論しているのも見たよ。神竜様を守れなかったのは誰のせいだって。そんなの誰のせいでもないのに。こうして救世の主が来た以上、腕輪は返してもらいます。今まで互いに手出しはしませんでしたが、以降はこちらから仕掛けます。もしかしたらあなたの世界にいた人物や親しい者とも刃を交えることになるかもしれません。わかりました。覚悟をしておきます。あの、もしかしてあなたたちも神竜族なのですか？なぜそう思ったのです？最初に竜族だとおっしゃったので。それに神竜王城にいるのならもしかしてと。そのようなわけがないでしょ。あのね、神竜様、僕たちは資格？なぜ今この時に？姉さん、この姿は蛇竜。我々はあまた存在した蛇竜の巫女が一つ。巫女は必ず双子で生を受ける運命。私たちは先の戦より父と袂を分かち、愚かな同胞を止めるためここで戦っています。僕は竜化はできないけれど、姉さんと一緒に戦っているんだ。エルとイルが蛇竜の双子。私たちが蛇竜であることは承知の上で来たのだと思っていました。とんだ見込み違いであったようですね。不服であれば去りなさい。この世界は私たちで守ってみせます。いいえ、私も共に戦います。種族が何であろうと、それがどこであろうと、世界を守る意志に私は準じます。嬉しいよ、また一緒に戦えるんだね。我々の救いとなるに値するか、お手並み拝見といきましょう、神竜。
敵の狙いはおそらく聖王の腕輪です。安置されている場所には行かせません。ここで食い止めますよ。私だって遅いです。いいでしょう。元気満々じゃ。真剣勝負。よし。従う。英雄よ、ここここ、せよ。呪いを与える。噛みつくたび何度でも。この狼も紋章師の力を得ている。たやすく倒れはしない。甘かったの。キバの呪いはレストの杖で解けるよ。杖は僕が持っているから、使える人に渡して。手加減は引きないわ。
手加減はしないわ。短期決戦楽しそうじゃ。必殺一撃、誰にも負けぬほど強く。紅茶をちょうだい。みんなナイスです。せっ、感謝する。
が！ここじゃ嫌いではないのだぞ。友にはなれんかったな。痛いじゃろ。腕輪をよこせ。逃げられてしまったね。今日こそ正体を暴きたかったのに。敵の持っていた紋章師の腕輪は取り戻すことができました。これはソタル神竜の腕輪です。敵の手で状態が変化させられていますね。情報が少しでも欲しいところです。敵側にいたのなら何か知っていることがあるかも。権限し直して意思疎通を試みます。どうしたのですか？呪文が浮かびません。違う世界に来た弊害でしょうか。不甲斐ないです。神竜としての役目も果たせないだなんて。神竜？あなた月と同じ神竜なの？え？まさか。この状態では言葉を話せないはずなのに。チキ、それがあなたの名前ですね。私ならあなたを権限し直せるかもしれません。呪文は覚えていませんか？チキの呪文？わからない。頭がぼーっとしてずっと苦しいの。もう戦いたくない。誰も傷つけたくない。それがあなたの望みであれば私が眠らせて差し上げます。眠らせる？私が有する力です。あなたの言う権限という力は初めて耳にしましたが、この世界のあなたも黒き紋章師を白き姿にする力を有していた。もしここで力が使えないのであれば、私が紋章師チキを眠らせます。さすれば起こす力を持つ者に干渉されるまで誰も紋章師チキの力を使えなくなります。私たちが守っていれば無理に戦わされる必要はなくなる。つまりは簡易的に封印するみたいな感じかな。味方に紋章師を起こせる人はいないから、眠らせたら
共に戦うこともできなくなるけど。わかりました。お願いします。起きたままにして送り点はありますが、この状態で無理に戦わせるなんてできません。叶うなら共にいられる場所でまた会えるといいのですが。うん、またどこかで会えたらいいな。その時はチキといっぱい遊んでね。はい、必ず。紋章師チキよ、おやすみなさい。素敵な夢を。おやすみ、お姉ちゃんたち。これで敵の手に落ちない限り穏やかに眠れるはずです。ありがとうございます、エル。私たちは力の悪用を防ぐため手に入れた紋章師は全て眠らせています。ですが王城から持ち去られた紋章師チキはこうして目覚めた状態で戻ってきた。おそらく敵は紋章師を起こす力を持っています。紋章師を操作する能力は神竜族と蛇竜族にしか発現しない。神竜族がもうこの世界にいない以上、敵は蛇竜の巫女、僕たちの兄弟の誰かってことになるね。兄弟なら心当たりがあるのでは。蛇竜の巫女ってものすごく人数が多いんだ。全員を把握しているわけじゃない。先の戦争で大半は死んでしまったとはいえ、生き残りが誰かなんてとてもわからないよ。紋章師の操作ができる巫女は稀です。もしいたら覚えているはずなのですが、私たちがソンブルの元を離れた後に生まれたか、力の発現が遅かったか。僕は流化も紋章師を操作する能力もない。そのせいでソンブルから出来損ないと言われて育った。あの場所にずっといたらそのうち殺されていたかも。そんな。僕がこうして生きているのは姉さんが僕を連れて逃げてくれたおかげだよ。ああ、敵の兄弟って誰なんだろう。羨ましいな。もし僕が力を持っていたら悪いことになんか使わないのに。イル湿っぽい話しちゃってごめん。我々は七つの腕輪を全て眠らせソンブルの後継者を止めることが目的です。紋章師とは共に戦えず、その存在を封印するための戦になりますが、それでも共に戦えますか、神竜。もちろんです。ありがとう、心強いよね、姉さん。その点においては同意です。実力は確認しましたので。しかし死者が話すというのは気味が悪くて慣れないものですね。気味が悪いというのは言い過ぎでは。まあまあ、二人とも口喧嘩している暇があるのならいっそ友好の握手でもしたら。しません。こちらこそ願い下げです。仲良くして。イル、城を立つなら挨拶をしていきましょう。わかった。王城に誰かいるのですか。ついてきても構いませんが、気分を害しても知りませんよ。石碑。神竜たちの眠る場所、この世界のあなたの墓です。だから気分を害しても知りませんと断っておいたでしょ。神竜様、先に戻っている？私にも挨拶をさせてください。あなた方と共にいたこの世界の私に。きっと喜ぶと思うよ。自分のお墓参りをするというのは不思議な気持ちです。確かにこれを見てしまうとエルの言う通り、私の存在は
気味が悪いかもしれませんね。あなたの役目は私が必ず。行ってきます。もう一人の私。僕がどうして父上やお姉ちゃんみたいに大きな竜になれないの？イル、泣かないで。僕が出来損ないだから、強くないから竜になれないの？イルは強い子ですよ。今はまだ竜になれないだけ。ではいつなれるの？それは私にもわかりません。お父様にも誰にもわからないこと。その日が来るまでこれをあなたに預けます。竜石？ダメだよお姉ちゃん、これがないと竜になれなくなってしまう。大丈夫、この石を持つイルがいつもそばにいてくれたらいいんです。私たちは二人で一つだから、この力も一緒に使いましょう。あなたは異邦の者としてなお勇ましく戦場を駆けるだろうか。花と血と鋼に満ちたその場所で正しく死にゆくは誰なのか。四つの王位を火にくべて、七つの炎はゆりかごに。さりとてかの者は知っている。この世界に未来はない。私の寂しさはここにはない。着いたよ神竜様。フィレネ王国にようこそ。で、僕の国じゃないんだけどね。神竜王城にいた時にも感じましたが、元の世界と似ているようで違う印象です。いいですか神竜、これより王城へと向かいます。目的は王族が所持する熱き猛将の腕輪。敵よりも先に七つの腕輪を集め、世界を救わねばなりません。説得に応じてくれたらいいんだけど、なかなか難しいかもしれないね。フィレネの民って気性が激しいから。平和を愛する民ではないのですか？神竜様の世界ではそうなの？こっちではすごく好戦的だよ。王族は特にね。味方だった頃は心強かったけれど、そもそも邪竜嫌いで僕たちとは距離もあったし、神竜様がいなくなってからはリトスの地にも来なくなってしまった。現在の国の統治はイブ女王が？女王イブは先の戦が始まってすぐに命を落としています。以降は王不在のままでしたが、戦が決した後にアルフレッド王子が即位しました。ですがイルも言った通り、我々との接触は戦後ほとんど断たれている状態です。信頼できる人物に偵察を頼んでいるので、近況はそちらから聞きましょう。
そろそろ来るはずですが。エル様、エル様来ましたか、セレスティア。あなたは。お待ちしておりました。長旅お疲れ様です。あなたもご苦労様です。偵察任務は骨が折れたでしょう。私にかかれば軽いものですわ、エル様。あら、こちらの方は。え、まさか神竜様。いえ、私は。嬉しいです、神竜様。生き返られたのですね。いいえ、元より死んでなどいらっしゃらなかったのですね。そうです、考えればわかることですわ。あなた様がソンブルになど負けるわけが。セレスティア、聞いて。違うんだ、この方は。ごめんなさい、私はこの世界のものではないのです。え、先に説明をすべきでしたね。この方は私たちの神竜様とは異なる存在。古の義により異世界より呼び出した救世の主なのです。セレスティアが偵察任務に立ってしばらくの後、王城の祈り場に現れてくださったんだよ。救世の主、そうですか。ですわよね。だって神竜様は私たちで埋葬した。遺体をこの目で見たんですもの。冷たくなったあなた様の手を握って、みんなでお別れをしたのですから。セレスティア、申し訳ありません。おつらいのはエル様やイル様も同じ。私もいい加減立ち直らねば。神竜様、改めまして、私はセレスティア。数千年を生きる魔竜族ですわ。この世界のあなた様、そしてルミエル様にはまるで家族のように接していただきました。以後お見知りおきを。こちらこそよろしくお願いします、セレスティア。本当にあの方と瓜二つ。違う世界とは不思議なものですね。そちらの世界にも私はいるのでしょうか。それは聞くまでもないですわね。そちらの私も神竜様と共にいて打倒ソングルを誓っているに違いありませんもの。それでセレスティア、王城の偵察結果は。フィレネ王国は隣国ブロディアへの侵攻を企てています。侵攻ですって。正確には王妻であるセリーヌ王女により提案がされ、アルフレッド王の承認を待っている状態です。しかしセリーヌ王女は王の承認を待たず、精鋭を集め、すでに騎士団を結成。これ以上静観している暇はないかもしれません。騎士団が立ってからだと厄介だね。すぐにでも城内へ向かおう。神竜様が逝去されしばらく経った影響によるものか、紋章師の状態も変化しています。十分気をつけた方がよろしいかと。再び戦乱を起こすわけにはいきません。熱き猛将の腕は必ず手にしましょう。話を聞いてくれるといいのですが、アルフレッド、セリーヌ。お兄様、まだなの？まだブロディア侵攻を迷っていらっしゃるの？そうせかさないでくれ、セリーヌ。もう少し待つんだ。待ったわ、もう長い間。先端を開いたら元には戻れない。相手はかつての仲間だ。慎重にもなる。けれどこのままでは民たちに顔向けができない。先の戦で臣下たちもお母様も死んでしまった。フィレネを守れるのは私たちだけなのよ。神竜の加護を失い、世界は荒廃していくばかり。豊かな実りも花もだんだんと色を失っているわ。産業は崩壊の兆しを見せているのに何の策もない。今こそ領土を広げ、
資源を補おうと申し上げているの。ブロディア王国はもともと荒れた土地、フィレネよりも格段に産業への打撃が少ない。勝てば豊かな鉱石資源を我が国のものとし、新たな恵みを享受できる。セリーヌの見立てはこうだったね。だが彼らの軍事力は並大抵のものではないよ。承知の上で、それに勝る騎士団を結成したわ。それとも紋章師を危惧しているの？ブロディアが擁する紋章師は幼い王女よ。我が紋章にかなうはずがない。絶対はないんだ。みんなあっけなく負けてしまう、死んでしまう。今でも思い出すよ、負けないと信じていた神家たちが散る様を。あんなに強かった神竜様が帰ってこなかった日のこと。お兄様は変わってしまったわね。かつては何も恐れぬ方だったのに、神竜様を失い弱虫となってしまわれた。ならば私一人でやり遂げてみせる。セリーヌ、これより短期でブロディアに向かいます。許しは乞いません。死ぬ気か、セリーヌ。このままとどまれば心が死んでしまうわ。ならば剣を取ることを選ぶ。私が果てても後に続くものが出るでしょう。さすればいつか望みは果たされるわ。私はそれで幸せよ。隣国が不幸になろうとも知らない。幸せはいつも誰かの不幸の上に成り立っているけれど、我が国は不幸せを受け負う義理はないもの。何を言っても無駄なようだね。お兄様に罪はないわ。全ては愚かな私の罪。けれどもしもこんな私に分をと祈ってくださるのなら、ご決断を、アルフレッドを。叶わないね。分かった。唯一の家族をみすみす失うぐらいなら、もういい。ブロディア侵攻を許可する。お兄様、行くぞ。セリーヌ、これより騎士団に正式な通達を。お待ちください。誰だい？久方ぶりにお目にかかります。アルフレッド王、セリーヌ王女。お取り込み中恐縮ですが、火球のようにて馳せ参じました。誰かと思えばエルとイルカ。王の間に乗り込んでくるだなんて、礼儀をご存じないのかな。そちらこそ神竜様より託されし熱き猛将の腕は、リトスの王城への返還を拒むのは礼儀知らずでも。フィレネだけが返還しては国同士の均衡が崩れるだ。腕輪を他国を牽制する兵器として扱い続けるとおっしゃるのですね。その崇高なお考えのせいで各国は長き冷戦状態にあるというのに、かつての仲間の愚かな選択を神竜様は望んでいらっしゃるでしょうか。あなたが神竜様の代弁をする気なの？神竜様を殺したソンブルの子にその資格があるとは思えないけれど。ちょっと、それは今関係ないだろう。僕たちはソンブルとは違うって、どうしていつまでも分かってくれないんだよ。いる。失礼しました。均衡という点ではご安心を。私たちはこれより各国を回り、等しく全ての腕輪の返還を求めます。これならフィレネも安心して腕輪を手放せるかと。騙して君たちが腕輪の力を得る新参ではないとここで証明できるのかい？もしくは他の国の腕輪を全て集めた後でなら協力をしてもいいけれど。他国の腕輪はありません。フィレネに一番に要請に参りました。なら信用に値しない。話はおしまいだわ。私たちはこれからブロディアに向かうの。腕輪の力は必要不可欠。あなた方に渡せるわけがないじゃない。どうしても応じていただけませんか？であれば戦うの？望むところだわ。やめてください。お願いです。
私はあなたたちと戦いたくない。神竜様、どういうことだい。神竜様は生きていたのか。君たちは神竜様が死んだと嘘をついたのかい。いいえ、私は異なる世界から来た神竜です。異なる世界。分かったわ。さては異形兵ね。邪竜が得意とする横島な術で神竜様を無理やり蘇らせたのだわ。違います。最後まで話を聞いてください。セリーヌ、惑わせても無駄よ。神竜様の話なら聞くと思ったのであれば愚策だわ。なるほど、異形兵ならば合点がいくね。腕輪のためにそこまでするのかい、エル、イル。確かに神竜様が亡くなった時の嘆きようはある種異常なほどだった。かつて仲間であったヨシミで、なんとか話し合いで解決しようかと思っていたけれど、気が変わったよ。戦おうじゃないか。我がフィレネ騎士団よ、邪竜の子らの吸収に応戦する。奴らの首をはね、ブロディア信仰の手土産とするのだ。嬉しい、それでこそお兄様だわ。先の戦でチリバナの王子と称えられたその腕で、奴らの花を赤く染めて差し上げましょう。待っていてくれ神竜様、今すぐ楽にしてあげるよ。アルフレッド、戦は避けられないか。やっぱり邪竜の子って肩身が狭いかも。私は望むところですわ。エル様とイル様にあんな無礼を申し上げるなんて信じられません。行きますよ神竜。見知った顔が相手でも手は抜かないでくださいね。
決別の時が来るとは悲しいよ。苦しまずに死んでくれ。頑張ります。さあ踊ろう。ありがとうございます。ご命令を。私でございますね。うむうむ。万全よ。契約を望む。消えて。エルです。もちろんだよ。兵よ、道具を用いて味方を強化せよ。進軍に備えるんだ。勝ててよかったわ。
く。寂しくありません。えい。優しいですね。止めました。ありがとうございます。
死する時まで。ゆっくり。面倒な人たち。
見苦しいところは。乱されないさ。ありがとうございます。行きます。勝負！
ンスの場合は。私の神様、よっ、無に帰したわ。選んで。命ある限り。平気です。
私は絶対に負けません。試合をしたら勝つのはどちらかしらなんて、味方であれば考えることすら許されなかった。それが今では叶うのですもの。ああ幸せだわ。あなたのような花ならさぞ美しく散るのでしょうね。よし。私たちフィレネだけが幸せであればいいの。邪魔者は全て倒られなさい。勝負じゃ。私は絶対に負けません。もちろんです。
も寂しくありません。せっより行動でございます。僕らも行こう。力を貸してくれ、紋章師ヘクトル。ロマン的だね。やっ、ね、やっ、眠くなってきました。やり返しましょう。ご命令を。私は絶対に負けません。あたいと遊ぼうよ。より行動でございます。やっ、よっ、異形兵として、かかってくるといい。この猛将に勝てるはずがないけれどね。失態をさらしてすみません。後方に下がります。
せ参じます。私は絶対に負けません。どこへでも。死翼として。イルシオンのために。さあ踊ろう。友にはなれんかったな。手ごわいですね。許されないわね。悩むより行動でございます。はい。
誰にも負けぬほど強く。出番か。私は絶対に負けません。行動でございます。
了解。ロマン的だね。勝ってくるといい。この猛将に勝てるはずがないけれどね。えい。
えい。安らかに眠るのじゃ。この程度。上等ですます。善処します。分かっているよ。まだ元気じゃ。
これ。内身が痛い。必殺一撃。共にはなれんかったな。私は絶対に負けません。問題ありません。眠くなってきました。寂しくありません。乱されないさ。なんて痛ましい姿だ。君のそんな姿を見ると胸が痛む。なんて不幸なんだ。あなたを不快にするのは本意ではないのです。どうか話を聞いてください、アルフレッド。そう言えと言われているのだね。かわいそうな神竜様、僕が助けてみせるよ。もう不本意なことをしなくていいよ。今度は痛いすら残らぬよう消して差し上げよう。遅いです。テイク様、眠くなってきました。負けるもの、誰にも負けるほど強く。高鳴りますわね。
行動でございます。よっ、もう舐めてんのか。私は絶対に負けません。これが熱き紋章の腕輪ですね。宿るのは紋章師ヘクトル。フィレネの民の気質を体現したような勇将です。かつては大しい姿であったのですが、セレスティアの報告通り今は黒く染まっていますね。私が権限し直せたらいいのですが。できないことを悲観しても仕方がありません。眠らせますよ紋章師ヘクトル。ゆっくり休んでください。ありがとう。紋章師がまた言葉を。眠るのは惜しいが悪くはないさ。あんたたちとはどこかで共に戦いたいな。ええ、きっとどこかで。我が紋章は眠りについたのかい。これでブロディア信仰を諦めてくださいますね。そうせざるを得ないよ。先ほどイルから話を聞いた。君は違う世界の神竜様だそうだね。はい。通りでね、もし僕たちの神竜様であればこうして腕輪を奪ったりなどしない。フィレネ王国の味方をしてくれて、優しく話をしてくれたはずだ。君は全然違う。お兄様。けれどそれでもあえて嬉しいと思ってしまう。違う世界の存在でも僕との思い出がなくとも、君は敬愛する神竜様なのだから。先ほどはすまなかった。君を異形兵と決めつけ戦ってしまった。エル、イル、あなたたちにも謝罪をさせて。ソンブルの子だと罵ってしまってごめんなさい。本当は分かっているの。あなたたちは悪くないと。でもずっと心の整理ができないでいたの。心よりお詫びを申し上げるわ。いい。みんな神竜様を失って悲しいんだ。ただそれだけなんだよね。提案があるのだけれど、僕たちも一緒に連れて行ってくれないかい。
これから腕輪を集めて回るのであれば戦力は多い方がいいだろう。明暗ね。結成した騎士団もいることだし、彼らにも同行させましょう。二人が仲間になると心強いです。ぜひ。ダメです。エル、ダメだと言っているのです。神竜、あなたの一存で決めようとしないでください。確かに救世の主として助けを求めましたが、軍の決定権は私とイルにあります。元いた世界ではどうだったのか知りませんが、勘違いされては困りますね。すみません。もうまた姉さんはそんな言い方して。でもごめんね神竜様、僕もフィレネ勢の同行には反対かな。どうしてだい、エル、イル。僕は君たちへのこれまでの贖罪の意味も込めているつもりだ。近くでその身を守らせてくれ。ご理解ください。アルフレッド王、国王を連れて行くわけには参りません。王が不在で民たちをどうするおつもりですか。それにもしものことがないとは限らない。アルフレッドがいなくなったら、お世継ぎのいないフィレネは王なしの国になっちゃうんだよ。ではセリーヌと騎士団だけでも。大前とて同じことです。そして騎士団は城を守るのに必要不可欠。私たちへの贖罪の意味があるのなら、どうか恩義を第一にお考えください。承知したよ。そういうのなら腕輪もこのまま我が国で保管しましょうか。なぜです。安心して、悪用する神さんではないの。眠らせた紋章師は誰にも起こせないのでしょう。敵も腕輪を集めることが目的なのであれば、一箇所に集めていた方が危険ではと思ったの。理屈上は正しいですね。しかし敵は紋章師を起こす力を持つものと予測されます。私の力は敵にとって無意味でしかない。敵が来ればすぐに紋章師を起こされる。そうなったら慣れ親しんだ紋章の力で殺されるのは誰なのでしょうね。それは眠らせた状態で君たちが持っている方が安全だということだね。理解が早くて助かります。反論の余地はないよ。僕たちは国に残り、腕輪は君たちのもとへ。腕輪を手放すのは寂しいけれど、あるべき場所に返すことができて幸せだ。それよりも神竜様、何でしょう。先の戦で共に戦った君と別れることが一番辛い。またこうして会えて嬉しかったよ。あの時君を失った時はどうしようかと。アルフレッド、私はこの世界の神竜ではありませんよ。さっきいるから話を聞いたんですよね。ああそうか、そうだったね。おかしいな、この前即位をしたばかりで少し疲れているのかもしれない。こんなことではいけないね。一国の王としてしっかりしないと。大丈夫ですよ、お兄様には私がついていますから。フィレネは信仰に頼らず、新たな産業を獲得する道を模索します。全てが終わったらぜひまた立ち寄ってください。皆にブーンを。アルフレッド、大丈夫でしょうか。少し様子がおかしかったです。姉さんがずっと怒ってるから萎縮しちゃったんじゃないの。怒ってなどいません。怒っていないとしてもエルは物言いが厳しすぎるんですよ。同行を断った件を根に持っているのですか。あれはあなたが軽率な判断を仕掛けたせいですよ。それは認めますけど、謝ったではないですか。あのイル様、お二人は何かあったのですか。会った時からずっとああなんだ。困っちゃうよね。もうちょっと仲良くしてほしいな。やはり別人ゆえ受け入れがたいのでしょうか。なんだか意外です。
だってエル様昔はあんなに。セレスティア、聞こえていますよ。すみません。今回は資格が現れませんでしたね。それは少し安心しました。見知った顔と戦わなくてはいけない上に、正体不明の敵とも戦うとなれば勝てたかどうか。でも次は現れないとも限らない。用心しよう。敵も双子なのでしょうか。え、邪竜の巫女は双子で生を受けると神竜王城でエルが言っていたので、単なる疑問です。わかりませんけれど、邪竜の子たちは成長するにつれほとんどは片割れを失います。双子の敵という可能性は低いのではないでしょうか。片割れを失う、初耳ですわ。でもエル様とイル様は二人揃っていらっしゃいますわね。僕たちは幸運だったんだよ。本当にお二方が大事な半身を失うことがなくてよかったですわ。ありがとう。ここで杞憂をしていても仕方がありません。ブロディアの腕輪を手にするため先を急ぎますよ。異なる世界のブロディア、どんなところなのでしょう。また兄弟がいなくなってしまいましたね。私たちのように双子が揃っていることももはや珍しくなりました。僕この前見たよ、兄弟同士で殺し合うの。お前は弱いから消えちゃえって、二人揃ってるなんて生意気だって。なんてこと。次はきっと僕の番だ。僕もいつか殺される。出来損ないだから。イル、そんなことを言ってはいけません。本当のことだもの。僕よりもずっと強い兄弟が死んだ。ずっと父上の役に立つ兄弟がいなくなった。次ではなくてもいつか僕の番が来る。怖い、怖いよお姉ちゃん。イル、大丈夫。あなたは私が守ってあげます。絶対に。